釣り面はね、5人全員揃ったということで、どう引きは、あーでもバシャバシャしてる。いただきます。おいバカやろ。はいどうもグッピーです。はいタジです。お願いします。ナブです。イッケです。はい、というわけでイバンチ TV 始まりました。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、巨匠さん以外全員、集合でございます。はい、でまあ釣り面はね、5人全員揃ったということで、まあね、今日こそちょっと大物をね久々に釣りたいなということで、はい、イバンチ TV 頑張りたいと思います。はい、で今日はね、久慈川河口に、来ておりまして、で夜ですね、久しぶりの夜釣りを体験したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ池くん、はい、お久しぶりです。じゃあ、仕掛けをですね、はい、今日は大物狙いということなんで、何を使うのか。今日はね、グッピーさんに借りたライジャケ、はい、でグッピーさんに借りたリールとサオ、ナベくんに借りたルアー、全て借り物でちょっと今日やっていこうか。全部レンタルで、まあ大物釣ってくれればね問題ないので、任せろって。はい、頑張ってください。よっしゃー。はい、ではナベくん、はい、ナベくんの仕掛けを紹介してもらおうかな。はい、今日は VJ です。あ、VJ なのそれ。 VJ28、 うん、あーなるほどね。ここで VJ 使ったことないんじゃない。ない。ないよね。ちょっと根掛かりがすげー怖いところだけど、はい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 、ちょっとやってみようかなと思って。あーなるほど。マゴチヒラメあたりもね潜んでるかもしれないから、そう、 VJ でちょっと釣れること証明してくださいよ。はいよー。おいしゃー。メガネくん、はい、なんすか今日は。今日は胴付きです。はい、胴付きじゃねえじゃねえかよこれ。絶対天秤じゃねえかよ。違うよ。お前さ、自分の仕掛けぐらいちゃんと買ってこいや。本当に違うよ。重りだってこの前さ、俺実は15夜の時にさ、こっそりソロで行ってたんですよ釣りを。はい、3個ぐらいあったんですよ重り。はいはい、全部持ってかれました。買ってこいよ。ごめんなさい。とりあえずこれで、その下にもう一個仕掛けくっつけたらいいんじゃないじゃん。でこの先にまた仕掛けをくっつけよ。天才か。これで釣れたらねアピールできるよメガネ君。おいてめえ、いつまでもたもたしてんだお前。分かりましたよ。今日はタイフ君何をするんですかこれ。いや俺は投げて。何？俺は投げですよ。投げで餌は？餌はパワーアイソメですよ。どれ？お、パワーアイソメ使うんだ。俺この前のあまりです。これで味を締めちゃったからね。私はパワーイソメ一択です。パワーイソメを使って。もう青イソメは使いません。そんなこと言わなくていいだろ。まあじゃあこれで石持ちあたり。そうだね、もう何でもいいや釣れれば。何でも何でも来い。はい、で私はねこちら、イソメつけての投げ釣りとですね、この前ですね港公園で鍋くんと行った時、はいはい、ルアーザをぶち折れちゃったじゃないですか。そうっすね。なんでちょっと新しいのをね、こちらでございます。ソルティアドバンス、入門用のねいい感じのサーフ用ルアーみたいな感じですかね。おーなるほど。はい、餌釣りとルアー釣り両刀でいきます。2頭追うものはなんとやらにならないことを期待します。2頭得るよ俺は。はいよ、はいよ、行ってこーい。はい、ます、お願いします。びっくりした、びっくりした。よいしょ。うん、重い。来てる、来てるよ、ほら。やべ、すげえ。VJ でしょ。 VJ 頑張って。どう引きは。あ、でもバシャバシャしてる。あれ、宙に浮いてる、宙に浮いてる。おー、開けた。よいしょー。おー、すげえ。素晴らしい。ナベくん、よっしゃー、やった3頭。すげー、マジで3頭。3頭目で来た。すごい、 VJ すごいっすね。だよ、すごいすごい、おめでとう。よっしゃー。あれ、初初ヒラメ。いや、うわ、 VJ、 さすが。よっしゃー、 OK。やっぱりね、これだけイバンチメンバーが集まると何か起きるんすよ。これですよ、俺が欲しかったの、これやった、これだよ、おめでとう。やった、ありがとう。これが決定だ。見てください、あのターヒ君のあのどうでもいい。ターヒ君なんか一言。いやもうナベ君だからね、もう早く釣れよお前は。ほらよっしゃ、よっしゃ、おめでとう。やった、はい、どうしたの二人とも呼び出して。はい、私たちもね VJ ナベくんにもらったやつがあったんで VJ28 ね。やっぱりねナベくんが釣ったってことは釣れるってことだから、うん、まあ、流れに乗りましょうよ、ね、おお、なるほど。はい、じゃあ VJ 祭りじゃ、今日は開始じゃー。はい、じゃあ VJ でルアー行きますよ。よいしょ、行きます。はい、
さあ見てください、この絵。これイヴァンチュのねメンバーがこれだけ集まるとやっぱり様になってるとか絵になりますね。おい、やばい、いや、イヴァンチュ TV を見るのはええけども、はいはい、てめえ少しはあの釣りしてるふりでもしろや。ダイソー竿でルアーやるか。おお、茨の道ですよそれ。これいいのあるぜ。ダイソーの。おお。はい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 。これとこれでやっぱダイソー商品のわけだろ。なるほど。釣っちまうぜこれで。池さん。はい。これなんすか。イヴァンチュのね大ファンだという方からいただきました。やったー。ありがとうございます。ます。ちゃんとメンバー分全員で。ありがてえな。買ってくれてね。本ね。ね、ありがたい。しかもね、何これ、高そうなねお菓子もね、ワインぶどうのつくばレーズンサンドかな。ほらあったかいですありがとうございます。たきさん、何言ってたんすか。わかんない、なんか見て、何これ、もうすげえ、何ガニだろうね、これなんか食えそう。たきさん、釣ってた石餅来たよ、おめでとう。はい、2組目の差し入れがすごいですね。いやー、ありがてーですね、本当に。ありがとうございます。皆さん感謝してくださいね、本当。もう今日はね、まあ土曜日ということもありまして、もうかなりの、人数にお声かけいただいて、いや嬉しい限りです、本当。本当に嬉しいです、ね。これからも頑張っていきますんでね。まあぜひ見かけたらね、お声かけください。じゃあというわけで、まあ釣れたのが鍋くんのヒラメとターヒのカニ石餅のみということで。まあ、ちょっとねこの5人集まってね、この超過はちょっとさすがにちょっとしょぼいので料理動画くっつけます。はいはい、というわけで私のアパートに戻ってまいりました。狭い、いや、ごった返してるね本当にね。苦しいな、苦しいな。じゃあ今日はねこの5人で先ほど釣ったヒラメとね、まあ石餅みたいな感じで料理していきましょうか。はい、はい、お願いします。はい、はい、では料理編はねこのお二人ということでお任せしたいと思います。はい、ひらめちゃんと石餅ちゃんね、石餅ちゃんね、こちらを美味しく料理して、まあプラスアルファでね食材ももちろん買ってきましたんで、今日は5人なんでね、はい、大盤振る舞いでいきましょう。よっしゃ、テンポよくやっていく。はい、おい、てめえ、おい、お前らも休んでる暇ないんだぞ。ちゃんと俺らも、俺らは俺らでな、ちゃんと料理作っていくからな。こちらでございます。何、はい、そのまま食べんの。しらすね、米にぶち込んでしらすご飯にしましょう。あとはねこちら、はい、スーパーで買ってきましたタイのアラ、そしてタラ、タラで野菜、はい、これで何を作るかというとこちらですね。はい、鍋でございます。やっぱりね5人いるからね、ちょっと鍋でたくさん食べれる、うん、たくさん食べれるようにしたいと思います。じゃあまず鍋の用意ですね。はい、じゃあまずアラぶち込んでください。はい、ほら、うわー、でかっ、でかいな本当に。いや、このサイズのタイ釣りてーじゃあタラちゃんをだな、ただ入れるだけ。俺たちにはぴったりじゃないですかね、タヒくんね。え、料理できないよ。そうそうそう、料理できないなりにね。はい、どうぞ。お野菜にまみ出てもらった逆だったな、ジュンジュン。はい、じゃあタヒくん、じゃあこの出汁をね、雑やなお前はじゃあ続きましてこちらしらすご飯ですね。はい、これもぶち込むだけなんで、ナビくん。おーい、これね、しらすは大好きなんですよ。はい、よいしょ。はい、そしてパンパンパンと、はい、綺麗にいったね。いただきます。おい、バカだろ何食ってんだよ。美味しい、美味しい意地汚いなお前ら。はい、ごぼうと人参をちょっと入れまして彩りをね。はい、じゃあこれであとは炊くだけですんで。はい、じゃあタヒくん、スイッチを押してください。よっしゃ、じゃあこれでね俺らはあと待つだけだよ。これ何やったの、そのまま塩振って、でここに内臓入ってるから。いや、でもやっぱヒラメって身綺麗だね。そう、使って血合いを抜いていくと。そのまな板に乗らないぐらいでかいやつを釣りたいね。いいね、釣ってくれよ。はい、おい、で反対側も同じようにやっていきます。はい、はい、お疲れ様でした。料理が出来上がりました。今日はね5人いるんでね、もうボリューミーな料理が仕上がってると思います。ではまず、じゃあどれがメインだ、どれがメインなんだこれは。これがメインあ、まずこれ、じゃあこれがヒラメの刺身っていうか、しゃぶしゃぶ用のやつか。そうそうそう。あと、石餅、
して。おお。おい、シラスの炊き込みご飯ですね。うまそう。おい。よいしょ。うん、はい。うまそう。いただきましょう。はい。いただきます。いただきます。はい、じゃあまずはじゃあシラスの炊き込みご飯いってみましょうか皆さん。やめて。はい。こんな感じでございます。うまそう。醤油かけるの。そのままだよな普通。醤油でしょ。醤油だよ。それはシラスにもかけない。はいや。はいや。どう、美味しい？うん。いただきます。うまい。うまい。あ、うまい。このね、まあ鍋も後々食べますけど、メインはこちらのヒラメちゃんなんで、これを鍋に入れてしゃぶしゃぶしてください。はい。はい。よっしゃ。じゃあこれをね、ささっと。うわうまそう。うわうまそう、めっちゃ。おお、ほんまや、うまそうやな。ちぎれとった。いただきます。うまい。あ、うまい、うまい。あ、うん、そう以上に。あ、ほんとだ。しゃぶった方がこれうまいんじゃない、もしかして。うまい。うまいっすね。うまい。これね、平政も実は買ってきたんですよね。はい、どうぞ。うまい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 。油乗ってるよね。うん。ナビ君、平政好きなんだって。大好き。超うめえ。ご飯こぼすんじゃねえよ、お前。ギョギョ食べろ。黙々と食べてんだ、お前、ほんとに。鍋、鍋いっていいですか、鍋。あ、どうぞどうぞ。うめえ。あっはっはっ。食レポをお願いします。意外といけます。失礼やないうちもちに。なべくん、はいよ。これ最強だわ。天才だよ。絶対うまいでしょ。しらすご飯にこの鍋の汁ぶっかけて。いいっすわ。いいよね。うん。はい、というわけで、完食いたしました。はい、皆さんごちそうさまでした。はい、というわけでね、今日はまあ釣果の方は全然、いまいちでしたけれども、ルアーでね、なべくんが見事、はい、ヒラメを釣ってくれたと、はい、いうことで、まあこれを起爆剤にしてね、どんどん大物をね、今後もルアーマンは狙っていってくださいね。頑張ってね。はい、他人事じゃねえぞ。はい、ほらお前にも言ってるんだぞ。俺プライベートしか。はい、というわけで、はい、今日はこのぐらいにしときますか。はい、はい、じゃあ皆さんゆっくり休んでください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。